マリアマコンタルスの裏社会ジャーニーです。今回も、日本の裏側についていろいろ聞いていきたいと思うんですけど、公安、警察だった神山さんに今回も来ていただいてるんですけど、いろんな裏を見てきたわけじゃないですか。で、公安警察が関わってるってされる日本の、まあ、犯罪史に残る事件っていろいろあるんじゃないですか。古くは例えばですけど、3億円事件なんてあれ関わってるとかいろいろ言われてるんですけど、本当なんですか？公安が、まあ、大きな事件に関わるときに、まあ、大体は刑事、あの事件ですと刑事ですよね。ですが、迷宮入りというか、その行き詰まってしまう場面があるときにですね、まあ、打開策ではないんですが、まあ、これを公安的な見地で見た場合にどうかという形で、要請が来る場合もありますし、あとはその集まってきた情報の中で、まあ、公安の持っているデータベースなり知見ですよね、積み重ねてきたものに当てた方がいいんじゃないかっていうのが刑事部の上層部が判断した場合に、要請が来ますですね。じゃあもう日本犯罪史に残るような大事件の中で公安とその刑事部が交わったりとかすることとかもあるし、公安の側としてもそういう大きい事件が起きている時には全然無関心じゃなくチェックしてたりすることもあるってことなんですか？そうですね、事件が起きた時に刑事事件、公安事件という言い方を私たちするんですが、もう主幹が決まるんですよ。ここがこれを主幹というのはそのリードする部ですね。これは刑事事件だ、これは公安事件だと、そうすると大体決まっていくんですが、そこが交錯する場合がたまにありますね。公安は先ほど言いましたようにカルトを見てますけども、カルトが事件を起こした時には刑事事件の側面もあって、カルトが、私たちが見ているカルトがやったと、じゃあどっちがリードするんだっていう場面も時には過去出てきます。そのことでちょっとお聞きしたいのが、やはりオウム真理教事件ですね。この一連の事件、松本サーリン、地下鉄サーリン、いろいろあるじゃないですか、はい、オウム真理教が起こした事件、あれって公安からはどう見えてたんですか？直接捜査とか、にも関わってたのか、その事前にそのチェックしてたのかとか、そのどういう関わり方をしてどう見えてたんでしょうか、一連の事件は。危険な団体で兆候がいっぱいありましたですね。長野県でまずやったりですね、松本サリンの時っていうのはもう危険な団体であるってことで公安は掴んでたんですか？掴んでましたね。もっと言うと、その衆議院に立候補した時も信者に対するですね、いろんな暴行だとか監禁だとか、そういう話が出ていましたので、公安は見ていました。で、ずっと長野県でも見ていたはずですね。あの頃ってバラエティ番組とかにも、カンプとか、教祖とか出てたじゃないですか。出てましたね。ああいう時って公安チェックしてるんですか？してます。中での発言、まあ、当然ですが、場合によっても楽屋での話いいから全部見てますね。それはいわゆる国家権力を使ってテレビ局に入ってってことなんですか？いろいろな手法を使って、それこそあれですね、超法規的捜査を、まあ、私に協力者という言い方がいいんですが、まあ、協力してくれる人を選んで直接間接に情報収集をしています。本当に日本犯罪史上これ以上ないぐらいの事件を次々に起こしているわけじゃないですか、はい、公安って事件を未然に防ぐのが仕事だと、はいはい、ここまでおっしゃってましたけど、あれ防げなかったのか、それとも防いだ結果あれだけで済んだのか、どういう感じなんですか、公安の人から見ると。まあ正直やられてしまったですね。いろいろ兆候があったので、警察官は、まあ、刑事部だろうと公安部であろうと法律の根拠がないと動けないですよね、まあ、究極的には逮捕できないですよね。法律が、まあ、これは法律のせいにしてしまうことになるんですが、明確にその強い法律がないですから、ギリギリのところで彼らもエリート集団で、弁護士もいたりですね、したので、ギリギリのところで動かれてたので、いろんなそういう証拠がありつつも、決定的な、逮捕で、組織の解体っていうのは、できずにいたところをやられてしまったというのが印象です。なんかあの頃オウムが
ドラッグ作って売ってるみたいな噂とかあったんですけど、いわゆるその犯罪組織とかあのヤクザとかそういうところとつながってるみたいなのとかっても出てたんですか？ロシアとのつながりだったんですよね。そういう視点も当然持って見ていたんですけども、結局あのロシアのマフィアとつながっていて、機関銃だとかヘリコプターだとかですね、要するに武器調達のルートとしてロシアを見ていたんですね。革命を起こそうとしてましたからね。あ、じゃあそれはもう本気でその武装闘争じゃないですけども、そんなぐらいこのことやろうとしてたんですか？やろうとしてましたですね。公安がオウムに関して未然に防いだ事件とかはあるんですか？オウムも警察の監視にはもう十分気づいてましたので、かなりこの窮屈な思いをしながら、進めていって、なのでもしあれがもっと野放しになっていたら、場合によってもっと大きな、あるいは多くの数の多い応募関連のやつが発生していたのかなと。例えばですけど、公安の情報網とか調べていく中で、実際に起きた事件以外 あのテロ計画とかそういうのもあったんですか？オウムの、連中が計画してた、まだこういうことをしたいこういうことをしたいっていうその構想っていうのはありましたですよね。例えば僕らが伝え聞いているところだと、最近兵器をさらに他のを作ってたとか、はい、ヘリコプターでなんか上空にサリン巻く、上空からサリン巻くんだとか、はい、なんかそのいろんなこうサイバーテロを、さらなるサイバーテロを計画してるみたいな噂とか、そういう話とかはちょっと出回ってたりするんですけど、そういうのとかも本当だったのかなっていう。そうですね。まず生物兵器ですよね、ボツリニス菌っていうのを栽培、培養してたりですね。あとは浄水ですよね、浄水道、水の貯水池に毒を撒く計画なんかもあってですね、公安警察がしつこくずっと彼らの動きを追っていたので、計画はして、でボツリニス菌なんかを培養していましたけども、使えずに終わりましたんですよね。なので、あれはもし使われていたとしたら、あれは実際に浄水道に毒を入れられていたとしたら、もっと別な大きな展開になったのかなと思います。オウムの人たちっていうのは、先ほど武装闘争とか革命しようって言ってたじゃないですか。はい、あれ、革命の後に何をしようとしてるって公安は見てたんですか？自分たち の王国、共和国なんですね。自分たちの松本地図を中心とする国を作りたかった。ですね、法律を作ってですね、はぁ、こと細かにそれはもう家庭 の大臣まで決まってましたからね。そういう情報を公安の人たちが掴むじゃないですか、はい、エリート集団がそうやって集まって資金も集めていろんなのを作ったりとか事件も起こしてて、どういう組織に見えましたの？これを言うと公安警察、あるいはもっと言うとその警察に権力を持たせすぎるっていうことになるんですが、私はもう即逮捕したかったんですよね。なので要するに法律の根拠がないんですよ。強い法律が欲しい。それぐらいヤバい連中だと。ヤバいですね。公安史上いろんな敵対勢力、その時代その時代の大きな敵対勢力っているじゃないですか。古くは日本赤軍だったりとか、その中でもオウムって結構突出した存在だったんですか？突出しすぎですよね。ヒトラーでさえ使用をためらったサリンを地下鉄で撒いたんですからね。突出してますね。これサリンの話でちょっとどうしても引っかかるのが、松本サリンの時って、まあ、冤罪というか、はい、が起きたじゃないですか、はい、被害者の方がそうやって加害者として、公安としてはオウムやべえ掴んでるっていう情報をその地元県警とかに流したりとかして、あれちょっと違うと思うよみたいな感じにならなかった？ここが日本警察の縦割りのところで、長野県と警視庁が直接話せないというか、話すことを良しとしないんですね。あとはですね、その管理漏れないっていう管理という意味からもそうなんですが、どうしても国の警察庁というのが一元管理するので、私たちが持っているものをそのまま提供して向こうに出すことができない。縦割りですね。でも当時すでに警視庁や公安側としてはもうすでにオウム怪しいなの話にはなってた。なってましたですね、はい。でもそれで言うと坂本一家、弁護士一家の事件とか解決だったやつとかもあるじゃないですか、はい、その後年解決されていくオウムが起こしたけど、そういうふうにこう流されていった事件、はい、ああいうのも基本的には公安とか割と掴んではいたんです。
私は監視するのが仕事なので、基本なので、かなり怪しい動きはもう掴んでいたんですよ。ただ決定的なものっていうのは物的証拠ですよね。そこは主導、あの事件を主導してるのは刑事部じゃないですか、はい、ですから証拠が、直接証拠が出た時には刑事部に流れていくので、私たちが持っている監視情報に物的証拠が合致すれば、合わさればよしってなるんですけども、普段見てた私たちと物的証拠が流れている先が違うから、ちぐはぐなになりますよね。なんかそこもったいない感じしますけどね、捜査機関、まあ、目的が違うからなのか。そうなんですね。言っちゃうとね、なかなか難しいところあるんですけど、ただ自分たちがずっと追っかけてたオウムっていうのが、はいはい、その上杭式村の、まあ、今もないですけど、あそこにこう機動隊がバーッと行って、はい、物理的にこう潰されていくじゃないですか、はい、あの瞬間ってどう見えてたんですか、その公安側としては。もうずっとスパイ活動して追っかけてた、スパイ活動というか情報を集めてた相手がまさに物理的にこう潰されていく感じ、もうそのどう見えるのかな。このタイミングは遅すぎたと、もっと早くこれをやんなきゃいけなかったなと。でも今やんないと、今やんないともっと遅くなるんで、もうこのタイミングでいいと。で、私はあの時思ったのは、これ公安調査庁の設立の根拠になっている破壊活動防止法っていうのがあるんですよ。これが、とか、あと宗教法人法とかですね。その、まあ、当然あれだけのことをやったら、この法律をもって解散できると思ったんですよ。それを結局解散させられなかったんですよね。あれだけのことをやった。ということは、あれを見ていた他の過激派の危ない団体のやつらは喜んだと思うんですよ。あれだけのことをやってもオウムは存続してると、潰れないと、ちょ俺たちなんか絶対潰れねえじゃんっていう、そういう意味でも私は悔しかったですね。あの光景は遅すぎて、もっと早くやるべきだった。かつあの後に、オウムは、解散させられるべきだったのに、存続して、で今はもうまだ、その分子が残ってると。残ってますね、はいはい、今も公安はその後継団体とされる、いくつかあるじゃないですか、はい、あそこをチェックしてるんですか。チェック してますね。また、ま、あの松本地蔵を教祖として仰いでますから、うん、脱会した信者とかにはもう行かないんですか。そのやっぱ組織として残ってる方法、個人よりは組織、そうですね、脱会した信者さんの方は、まあ、向こうが希望すればですかね、まあ、時々会いに行く、あるいは見に行くぐらいはしてると思うんですが、希望してくることもあるんですか。ありましょう。まあ、そうですね、まあ、怖いじゃないですかね。またあの再勧誘じゃないですけども、そういうこと、はい、松本智蔵、まあ、一応教祖じゃないですか。確かにあの権力持ってたと思うんですけど、公安から見て本当のオウム事件の核になってたやつって誰なんですか。まあ、私はもう教祖そのもの、松本智蔵非常に、まあ、カリスマ性と頭のいい人だと思います。で、頭の良くて、その頭の良さで、インテリを集めて、各分野のインテリを集めて、で、松本智蔵自身が死んでなおまだ崇拝する人がいますからね。なんか周りにインテリが多いから逆に傀儡になってたのかなとかちょっと思ったんですけど、そんなことじゃなかったんですね。やっぱりカリスマがあって集めて、はい、その頭のいいやつを集めて使ってたっていう、本当にその支配者だった。そうですね、彼が求心力を持ってたんだと思います。その朝原も2018年か、死刑執行の時、まあすごい警戒当たったじゃないですか、はい、あの時って公安はどういうふうにしてたとかある。信奉している人、信者が、まあ、一部自暴自棄になるんじゃないかっていうのは警戒してましたですよね。どういう形の自暴自棄になるかわからないですけども、何かやらかすんじゃないかということで警戒はしてました。神山さんってその朝原、まあ、処刑された時、死刑が執行された時ですね、どういうふうな考え、抱き、感想というか思いありました。もう私はあの執行されたことで安心した一方で、死んだことで神格化、まあ、神としての地位を得て、まあ、新たな人たち、まあ、今いる人たちもそうですけども、新たな信者も含めて新たな段階に入って存続がになるのかなと、まあ、死刑執行し、されたことを喜びつつも神格化が始まるのかなと。やっぱ発想は本当にあの捜査官というかその考えなんですね。そこで一区切りつけて安堵して終わりじゃなくて次が あるんじゃないかみたいな。公安創設はまだあの今後継の団体も含めて、
ずっと見続ける必要があるんだなと、また長い戦いが始まったなという思いでした。ありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。